忍び基地、私たちが配属された秘密基地、思ったよりも広いのですね。先行きに少々不安はありますが。あ、はじめまして。この基地に配属された先生でしょうか。やはり私はイカルガと申します。私も先生のお名前を伺ってもよろしいですか。先生ですね。どうか何卒ご指導ご鞭撻くださりますようよろしくお願い申し上げます。所属？はい、私は国立半蔵学院3年生です。僭越ながら忍びクラスの委員をしています。趣味は読書です。はい、気に入ったものは何でも読んでいます。好きな食べ物は懐石料理、それと日本茶になります。先生、そろそろ本題に入ってもよろしいですか。私たち半蔵学院の生徒は半蔵様よりこちらに伺うようにと指示されております。少々の説明は賜りましたが、詳細はこちらの先生から伺うようにと。はい、わかりました。そちらの会議室でオリエンテーションを。忍びマスターですか。初めて聞きますね。優れた忍びのチームに与えられる称号ですか。なるほど、それを私たちに目指せと。私たちはその何かと機嫌で妖魔とも戦う機会も多かったのですが。承知いたしました。まだ学生の身ではありますが、期待に応えられるよう精進いたします。ですがその私たちは実践の経験が少なく、不安があるのも確かです。ですのでその何かありましたら技や術の相談をさせてください。ありがとうございます。それでは改めまして、先生、今後ともよろしくお願いします。この報告書はあちらのファイルにまとめて。あ、この書類間違っていますね。これは誰の。アスカさんですか。あとは必要経費の領収書を提出して。なんですか、このお菓子の領収書は。こんなものを認められるわけが。ヤギュウさんとヒバリさん、後で言っておかなければ。ん、廊下が騒がしいようですが、あれは葛城さん。一体何を、夜桜さんを追いかけて。またセクハラですか。飽きないですね、葛城さんも。ではなく、見逃すわけには参りません。ほら、キリキリ歩いてください。葛城さん、あなたにはしばらく反省してもらいますからね。はあ、さすがに疲れました。お茶でも飲んでゆっくりしたいですが。ああ、これは先生、お恥ずかしいところをお見せしました。ありがとうございます。熱心に働いているだなんて、クラス委員としては当然です。それに今回のトラブルはもともと葛城さんの仕業ですから。身から出たサビというか、身内から出たサビといいますか。どちらにしても私の至らなさが原因の一つです。葛城さんの行為もスキンシップ、ストレス解消の一端になっているのは理解はできるのですが、やはり行動が過剰なのと、ところ構わず、相手構わずの部分は見過ごすわけにもいきません。え、風紀の乱れ、私がそのようなことを。あ、これは服が。先ほど葛
桂木さんと一悶着あったせいで今の今まで気づかないなんて申し訳ございません。私としたことがなんて恥ずかしい真似を。今すぐ着替えてきます。一同、レイ、ありがとうございました。先生、先生、先ほどはご指導ありがとうございました。それですみません、このあと少しお時間いただいてもよろしいでしょうか。はい、実は相談したいことがありまして。ありがとうございます。はい、できれば内々の話で。はい、お供します。ではこちらに失礼します。いえ、お茶なんかすぐ済みますので。わかりました。ではいただきます。ありがとうございます。それで相談なのですが、私は卒業試験を考えなければいけない時期に入ってきました。それを頭の片隅に入れながら任務に励んでいます。ですが、あ、いや、そのためか頭にある考えが浮かんでくるのです。忍びとは、善人とはどのような存在で、どうすべきなのかと。私は先生もご存知かとは思いますが、養子の身の上であり、もともとは忍びの家系ではありません。今まで忍びになるために訓練を重ねてきましたが、忍びになって何をしたいのか、するべきなのか、それが見えてこないのです。桂木さんは、ああ見えてしっかりとした目的があるんです。私は一体どうすればいいのでしょう。え、先生は相談相手にふさわしくない。そんなことは、同年代、立場が近しい者が去ってきて。わかりました。確かにおっしゃる通りなのかもしれません。他、先生、先生、イカルガです。先生、少しお時間よろしいですか。この間のことでご報告があります。私、先生のアドバイス通りに皆さんに相談を持ちかけました。ですが、マスカさんは卒業後のことはまるで考えたことがないというし、野球さんはひばりさんを守れたらどうでもいいと、ひばりさんは難しくてわからないと言いました。皆さんに相談を持ちかけて、私は一体何を悩んでいたのかと少しめまいを覚えました。しかし、少し何かが分かりかけたような、そんな気がします。とにかく今は余計なことを考えずに技の才を磨きたい、そう考えました。訓練に付き合っていただけますか。いただけますよね。はい、では訓練室に参りましょう。少しよろしいですか、先生。いえ、その、先日は失礼いたしました。あの日、先生と別れた後、偶然こちらにお兄様がいらしたので相談を持ちかけてみたのです。お兄様からは、俺に嫌味を言いに来たのかと一蹴されてしまいましたが、忍びに憧れるも忍びになれない人間がごまんといる中、忍びになってから何をしようか悩むなど贅沢極まりない。くだらんことに時間を割くくらいなら技の一つでも磨いていろと。
私には悩む時間はなく、とにかく忍びにならなければいけないと再認識させられました。それにあ、すみません、思い出し笑いです。世の中には妹と仲良くなれるセミナーなんてものがあるのでしょうか。あ、いえ、忘れてください。ともかくありがとうございます。これからもご指導のほどよろしくお願いします。